して、三重県のお別れの時間になります。長い間お世話になりましたけれども、三重県は変わりますけれども、八戸線が永遠でありますので、三重駅ともども、これからますます、この路線が社会のように、また地域の皆さんに愛される三重駅、そして、柔軟でありたいと思ってますので、ぜひご協力お願いします。本日はありがとうございました。